HSS のまんまナイロンとテンションを上げ本物です。ということで本日はですね、久しぶりにこんだけ全身が映る角度で撮っているってことはそういうことでございます。お正月太りした私ナイロンとお正月太りしたほのぼのです。ハテナついてたけど、こちらまたバトル形式でいくんですけれども、今回はこちらの体重計とこちらのキリンさん、そしてこちらのクマさんメジャーでございます。これで測りまくっていきます。以前にですね、お正月ということであげた去年の12月に撮ったほのかちゃんとのコラボで測った身長体重の動画がめちゃめちゃ好評でして、今回は姉妹で本当にガチでお正月を経て確実に太ったであろう姉妹を測っていきます。ということで早速身長からいきます。縦に伸びてりゃいいんですけどね。今回カメラマンパピコにちょっとやってもらってます。よろしくお願いします。髪の毛を染めてや染めついやるので、なんかちょっと大人な気分なんですよ。ちゃんとそれさ、ピンって立ってる。多分ね、下目だ方がいいのじゃん。そういう下じゃん。あ、ちょっと違う。それでは、いきます。自分は153だと思ってます。 153.4 ってことで、私 153.4 センチでございます。メモする？そうですね、1543。159。はい、私のただいまの記録身長 153.4 です。ではほのぼのさんお願いします。はい、届きますか？届きます。舐めないでもらって。ほのちゃんはまだ伸びててもおかしくないからね。ちょっときつい。あ、きつい。159いってどうする？あ、早い。お、9いく。160いってほしい。158点だ。とかモーガたちを測った時にですね、怪しかったのでメジャーでも行きます。このメジャー2メートルあるんですよ。体操すごい。はい、ということでタラーン、こんな感じでできました。ということでモーガたちで測ったティッシュで測ります。これはうちのティッシュですよね、うん、はい。あれー、らしいな。メジャーはこうやって言うけど、じゃあ私お願いします。はい。いや、ぴったし157。でも高いじゃんかよ。やっぱりあれは、まあ、なんとなくは身長なんでちょっと高くなってるんですけども、その方が嬉しいのでそれでいきましょう。ちなみに今回はですね、外ではよくね、背高いって言われるんですけど、ほのぼのバブルス履いたら何センチ盛れるのかちょっと測ってみましょう。ただいまでした、こちら190まで測れるようにしましたので、モデル体験目指してもらって。100でもないけど、これぐらいあるんだろうな。それでは失礼いたします。お姉様の方も身長の方を用意させていただきました。失礼いたします。ピンって伸ばしてね。ああ、いいよ。168.2 です。くら10センチぐらいでけえ。これで目混じったのちゃんとさ、ブブルさ履いてるのにさ、みんな、え、こんなに身長下がるのって言ったんですけども、そうそうそう、靴履いてます。これサムネにしたら伸びるよ。うちはね、この身長差がすごければすごいほど伸びるんだから、ちょっとサムネと、はいね、はい、サムネ、はい、サムネ、おいー。これまあ、釣りではないですかね。バブルスの人と測ってるだけなんで。ちなみにノエノはミキオサカベでよく持ってるんですけど、測りますか？あれね、普通のミキオサカベよりもはるかに高いミキオサカベ買ってっからさ、うん、ちょっと持ってきます。13センチ盛れます。ここでやばくない？13センチなんだけど、実際上がったら10センチですけど、こちらですね、見てください。これ何がすごいって、ここの大きさとプラスでここが盛れるの。これがヒールになってるから、普通のミキオサカベの本当に倍盛れてるんですよ。これほぼヒールみたいなもんだから結構足くじくっていう。おもろいのがさ、この前駅のホームでねうちが普通に歩いてたのさ、なんと背中さすってきて、こうやって歩いてたら、歩いてたの、歩いてたら片足崩してうちの服引っ張って一緒にこけるっていう。すいません。足がね、こういう状態になるっていうね。そうそう、本当にヒールある。これこう、こうなるの。うちはできるよね。なんかさ、もうさ、慣れたからさ。慣れとかないから、これに。161.3。あ、そうなんだ。
全然気持ち165あったんだけどな。これ履いてもママよりちょっと低いわ。ママは結構ぺっちゃんこの洋服ということでぺっちゃんこの靴を履くと私と同じぐらいの身長なんだよ。だから私けママより身長高くないとか言うんだけど高くなかったですね。続きまして皆様が気になるであろう体重ということで測っていきます。マジで太った。本当に最近物が美味しくて美味しくてたまらないということで、どっちから測る？私から測るわ。オッケー、こっちの方が重い。オッケーオッケー、行ってらっしゃい。ちなみに私は正月入ってから毎日あ、すいませんちょっとあ、すげーずる。毎日私はお風呂入る前に体重を測って写真を撮ってるんですよ。え、マジ？だからその記録今残ってる、ずっと。ということでいきます。待って キログラムでございます。さ、そこだけ落としてるじゃん。一回さ、上脱いでやってみていい？なんで？仕事だけ落としてほしい、お願い。なんでだよ。さっきから砂利みたいなのがすごい出てきてるんだけど、何これゴマみたいなの。多分うち体重書いちゃったんですけど、こちらすいませんけど書きましたけど、一回そのままにしといてね。オッケーオッケー、そこだけにしといてそんなことで反射で映るだろ、どう考えても。あ、映った、映ったらモザイクでお願いします。昨日まで 41.9 だったのに、なんで、まあ、ご飯食べた後だから2キロ引いてもいいと思う。先ほどの方が BMI で体重が42して、お願い無理。これをなくして42キロとイコール服の体重が1キロぐらいあるってことで、体脂肪が18.5 で、内臓脂肪は出ず、で骨格筋率 31.8 体年齢はない。基礎代謝 1072 字が終わってる見ないでください。あ、それ読める字なんだこれ。じゃあ次私ですね。いやーいや、服は脱ぎません、今日生理なんで。あ、そうじゃん。では行きます。本当に体重増えたんだよね。ゆすって、はい、乗って。ちなみに前回38キロだったの。いくわよ。ふやー、うわすっごい増えてる。最悪。引く？のんちゃん。うん、引こう。 40.2。 どうしよう。もう最近本当に思ってるんです。増えすぎたか。 19.9。 うちも高い。脂肪いっぱいってことじゃね？その油いっぱいみたいな言い方やめて。まあでも別に痩せようとも思ってないんで、食べれるとき食べとこうかなみたいな。ちなみにほぼが完全に脱いで測ったときは 800g 減ってるんで、本当にほぼ 1kg 減ってるのよ。でなんか私前に病院で体重とか身長とかを測ったとき、服着たまんまやったんだけど、あ、じゃあ 1kg 減らせたよねって、服着てるからって言ってくれたから、多分本当に服の体重 1kg ぐらい。ここ歩いてたこれ私あるんだ基礎代謝が悪いんで私。だからもう本当に家から出ない日とかが結構あるから、今まで大学週6で通ってたからさ、毎日行って帰ってっていう労働があったけども、それがないからさ。それでですね、こちらまた後で改めて発表するんですけども、今回なんとですね、さらに測れるいろいろなグッズがありまして、はい、健康面全部いきます、うん、カメラチェンジ。はい、ってことでですね、本日はですね体内までご紹介ということで、うん、ででん、最近ほのぼのからパクってるこちらスマートウォッチでございます。これはですね、お散歩だったりとか運動する方がつけてることが多くて、酸素濃度だったりとか脈だったりとか BPM、 すごい心臓 BPM も測れるということで、3個測れますので、うん、測っていきます。これつけてる人が測れるんで、じゃあ私からいきます。はい、まずは BPM、 心臓がどれくらいで刻んでるかってことですね。リズムを、まあ今テンション上がってないんで通常ということで84、結構上がってますね。バクバクしてます。テンション上げたらこれさ上がるんじゃない？ちょっと測ってみます。 BPM 上がった気がします。でも結構テンションがテンション上がると上がるわけじゃないんだけど、ね、200とか出た怖すぎ。あ、上がった。正常の方がいいよね。次、血圧。血圧多分低いんだよね。今測ってます。腕毛も生えてます。 BPM 上げてみたらめっちゃ面白いと思うんだけどはい、これ分かんない。私100、あ、間違えた。あった、72でしょ。116と72、うん、
次、酸素濃度ですね。ここ最近学びました。体内の中の酸素の濃度ですね。そりゃそうでしょ。で、詰め込まれこない今日やったのネイル。私今度ネイル 98% 98です。もうない。以上です。じゃあ私やるわ。じゃあまず一回正常の BPM 測ってから、その後テンション上げた BPM お願いします。はい。ライブ当選とかしたら多分 BPM バカ上がる。しかもそれ面白い。やりたい。場所分かった瞬間の BPM 測りたくない？ああ、多分私さ、ジャニーズとかで、やばいやばい、なんか3日始まっちゃった。興奮しちゃダメだよ。そうだよ、興奮しちゃダメ。まだ一旦普通の BPM 出していきます。94入って。結構。9394だね。94で93、92、まだ継続中です。91、90、まだ待って、まだ88。じゃあとりあえず上げてもらっていいですか。じゃあ、はい。ハッピーで埋め尽くしてリスポンしてして、めっちゃさ、うん、ブルマ見えるんだけど。めっちゃブルマ見えてる。はいはいはい、今女の子なんで。え、そう。待って、なんかもう下がってんね。あ、あー、そういうことか。下がるの。70。待って、69だ。血圧、お、104 68。ラスト血中酸素98。終了だ。はい、ということでですね、まずは、はい、身長の結果発表。私はですね、153.4cm。 はい。じゃあ続いていきます。続いて体重、もういい、そのため40.2kg。 2kg ってことは私の勝者でございます。ほのぼのが 42.1kg。 あ、42kg です。あ、42kg です。じゃあ遅い、あんた。次からですね、体内の方のやつです。 BMI のような 17.6、 ほのぼの 16.9、 やしの勝ち、ほのちゃんの勝ち、うん、次、体脂肪率のような 19.9、 ほのぼの 18.5、 ほのちゃんの勝利。イエーイ。次、骨格筋率、31.8。 同点。次、基礎代謝、私1020、ほのぼの1072、ほのちゃんの勝ち。やった。はい、次、時計ですね、うん、BPM が DDM、 イエーイ、84で、テンション上がると92で、ほのちゃんが88で、テンション上がると69、下がるんですね。たくさん動いた方が勝ちということで。で、血圧は分かんない。116、高い方がいいの。スラッシュ72がないの、うん、で、ほのちゃんが104、スラッシュ68なんだけど、高いと良くないよね、多分。血圧が高い、でも血圧低い方が良くないか、分かんない。これはもう、いや、どっちがいい、大きな数字か。ちっちゃい。それそうだよね。じゃんけんしよう。うん、そうだね。最初はリュー、じゃんけんポン。違うよ。違うよ。ありがとうございます。違うよ。今まで落ちた。じゃ、私ですね、ありがとうございます。悲しい。アリュー、じゃんけん知らないやつが出しっぱなしにしたら勝っちゃった。いけいけ、普通に。最初はリュー、じゃんけんポン。どっちみち勝つやんけ。酸素濃度高い方がいいんだけど、まさかの一緒。98。私980だよ。バカじゃん。98だよ。980ってもう酸素でしか出てないから。で、ここがさ、98%でさ、980%。それさ、字では汚いかうまいかの問題です。嘘でしょ、これ。何、こない、これ自分で書いてますから、ね、これ何。私は全部ひらがなで書いてね。それの方が良くないよ、ね、テンション上げん、テンション下げん。はい、ということで5対2で勝者ほのぼのさんです。イエーイ。ということでですね、本日は久しぶりにガチでお正月を経たのえのんとほのぼのの体内の環境だったりとか、身長と体重を公開いたしました。この動画を言うとすごい好評なんですけど、のえのんちゃん、ほのぼちゃんの体型になれるよう頑張りますっていうコメントが多いんですけど、今回は結構基本ではあったかもしれないね。うん、
私の場合は153センチだから、平均体重が基本的に身長引く110基本体重らしくって、まあ、これも噂だから何か分かんないけど、だから43キロまで私は太って大丈夫。私もう48キロまで太って、そうだけど私はのんちゃんに体重勝ちたい。前回測った時私38キロだったんですけど、調子いいとああいうことができるんですけど、あの時は私異常だったんで、今が正常なんでちょっと丸く仕上がってきたんですけれども、あまりダイエットとかは頑張りすぎないで、美味しいもん今の時期食べてて、夏汗かいて痩せるっていうのはいかがでしょうかね。夏の方が露出しますし、冬は隠せますから、はい、ぜひいければ皆さんの体重練習と出張書いてくださいって失礼すぎる。公開してもいいよという方はですね、ぜひよければ書いててください。皆様の参考になると思いますので、ということで、また今度身長体重の動画をやってほしいと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のアナウン番組でお会いしましょう。キャンバイバイちゃん。低くなり響く音、透明なノイズ、なななな